よし、行くぞ。落ちた。とりあえず上に上がらんといかんのよね、これ。上に上がらんといかんねやけど、とりあえずこう、なるほどなるほど、そういうわけや。もう怖っ。スイッチか、それであれだけ色が違うんや。じゃあちょっとこれで、わかったところで、なるほどね。ってことは、ここに爆弾を仕掛けて、てかむしろなんで私までわからんかったん？意味わからんやん。これを、違う、そっちじゃない。これを、ここに、ダメ。はい。ちょっと待って。ちょっと待ってね。当たってない。これで。はい。ふんふんふん。もう自由自在やん。これであっこの部分に、あかん、戻った。パラセール、はい。で、ここの部分に、違う、ちょい待って、怖っ。ちょっと待ってね。それちょっと下にポイッ。で、いい。で、こう、ここの上に上がりたいんですけど。こっちからじゃないと上がれんのかな。か。これで、これをちょっと足元に沿っ、大丈夫かな、あれで。それで大丈夫なんであれば、もう一回ちょっとこれで、上に、こっちの上に上がって、ほんで、あれを、ダメやん、ちょっと待って。爆風全然当たってない。全然爆風当たってないよ。なんでなん、こういう時だけ当たるやん。こういう時だけ当たるやん、どういうことやねん。ごめんね、リンク。もうちょっと頑張って。もうちょっと頑張るよ、私。はい、もう一回。はい、これで。うわ、すげえ、空中で出したわ。これで、はい。大丈夫かな、その辺で。まあ、とりあえず。はい。はい。そして、この、上に上がれてない。ちょっと待って、もう一回、はい。ちょっと待って、いけん、それいけん。はい、そのままの勢いで。あかんやん。なんでな。なんでちゃんとしようとした時に限って全然あかんの、ちょっと。ないわー、そういうの。それ多分ダメなやつやんな。それ多分ダメなやつやんな。ちょ、待って。はい。違うんだなー。この辺りに置いとったら巻き込まれてくれるんかな？違う。ちょっと待って。はい。これで、この辺りにそっと置いとったら、もうちょっと近い方がいいかな？この辺。あれは多分巻き込まれてくれるんじゃないかな？さあ、これでこっち側に移動して、はい、爆発はしたけども、いけてない。どうやってあっち側行けばいい、これ。これで、ちょ、待って、はい。
これで、この上に上がりたいんやけど、微妙にずれとんよね。そう、微妙にずれとるけん。あとちょっとあっちにちょっと行けたらいいんやけど。お、ダメやんな。ちょっと待って。どうやって行けばいいんやろ。これで、右に移動せんといかんのか。右に移動。これを、このギリギリのところへんに置いといて。これで、あ、ここにおったらあかんのか、こっちか。こっちにおって。なんで降りた、私。なんで降りた、今の行けたやんね。普通にそのまま乗っとったらよかったんか。そうやそうや、普通にそのまま乗っとったらいける。よし、オッケー、わかった。やっとやん、どんだけかかっとん、もう。よし。行くぞ。落ちたー。ちょ、待って。慎重に行こう、慎重に。なんかここめっちゃ難しかったなぁ。でもみんな多分きっとね、スススっていけとんやろうなって思う。ね、みんな頭いいけん。きっとスススっていけとんやろうなって思う。はい。ちょ、ダメやん。もうちょっと。場所が難しいな。は。場所の調節が難しいな。来い来い。はい。はい。これがスイッチってもうちょっと早く気づいとったらさ、もっと簡単にいけたと思うんやけどなぁ。アホすぎたなぁ。よし、オッケー。あー、長かった。もう誰さんかも忘れたわ。今落ちおったね、もうちょっとで。やっと来たよ。誰やった？長かった、長かった。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、孫をことなき勇者。今こそ、女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。あ、じゃあ全然、祠出たり入ったりする必要もなかったやん。あそこにスイッチがあるって気づけば。ただの明かりやと思っとったよ。イエーイ、克服の証。もっと大量にくれんかな。これで我が役目は終わる。女神ハイリアンカウがあらんことを。なんかもうちょっと苦労に見合った数が欲しいけど。人によって苦労は違うやろうけんね。いやあ、すがすがしい朝だね。ほら。ふぅ。ああ、やっとクリアしたよー。超疲れた。超疲れた。私の精神がすり減ったわ。ん？ここは何？なんか微妙に音楽聞こえん？何かしらの村に着いた？いや、音楽聞こえんか。私の空耳か。琥珀ゲットー。でもこれ村じゃないの？違うの？今なんか、拾うボタンが出たんやけど。木の弓か。なるほど。ほら、絶対村やって。違うの？ちょ、そこの、くっそ、敵。あの敵どういう攻撃してくるかちょっとわからんのよね。ヘイヘイ。なんこいつ。なんこいつ魔法使いなの？これさ、これさ、素早いやつの方がいいよ、絶対。22？ いや、風切り羽。え、なになになに？
耐えられない暑さになってきた。これ以上ここにいるとダメージを受けてしまう。燃えよるって私。なんなんあいつ魔法使いな。なんかああいう感じの攻撃をしてくる。いやきっとみんなすげえ知っとると思うけど。へえ、何あの敵ウッド。待って、なんかどこかしらに祠があるっぽいけど。ちょ、とりあえず下に降りようか。なんだここ。あ、あっちあれか、始まりの大地の方かな。あ、ボコブリンおるね、あれ。あ、モリブリンか。なに、モリブリン。君なんか鳥と戯れよったね、今。もうちょっとむしゃくしゃ、お、ちょっと妖精出てきたのに。モリブリンバット。モリブリンが好んで使う簡素なコンボ。硬い木を材料に作られているが、雑な作りのためすぐに壊れてしまう。ほうほう。んで、どこ？なんか、祠の音が聞こえたよね。こっちの方向かな。へいへい。なんか、見知らぬ土地に来たね。あ、やべえ。はい、料理料理。あ、わざわざエレキのやつ、エレキのやつわざわざ食ってしまったやん。ちょっと、何してくれるん？なんもしてないけどさ。私が急激に突っ込んだだけやけど。あ、でも、モリブリンなんか超弱いね。どうした？嵐が強くなったんか。イェーイ。こっちの方？デグドの吊り橋。え、なんか音聞こえ、お、聞こえる？聞こえるね。どこだ？全然見えんのやけど。ねえ、ないよね。この橋の下とかにあるんやねん。てか、なんかわけのわからん場所に来てしまったけど。この辺なんなんやろ。え、なにあれ。え、なにあれ。触れてはいけないものな気がするんだけど。ヒノックスとかやないあれ。うん、敵なのね。てて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 。うえい。私が守る。あ、ありがとう。ヒノックスやん、ほんまに。ほんまにヒノックスやん。ちょい待って。危ない、危ない、危ない。カチコチクチ、カチコチクシ焼きキノコ。こいつどういう風に戦えばいいんやろ。踏まれる、踏まれる。防御アップとかなっとるけど、踏まれる、踏まれる。あ、でもちゃんと体力は減らせていきよる。壊れた壊れた。ちょ待って。違うって。素早いやつの方がいいよね、こういうやつの時って。兵士の両手剣。いや、素早くない、それ素早くないぞ。でもバシバシこれでやっていきよったら、なんとかできるんじゃないかな。どうなんやろ、なんかどっか叩いたらええとかそういう感じのはないんかな。足、足、足。兵士の両手剣が壊れそう。壊れた。あとちょっとでやっつけれるよ、でも。ちょい待って、はい。串焼き肉。兵士の両手剣が壊れた。はい、ゾーラの体験。うう、やべえ。なんか目玉あるやん、あれ、頭に。あれ狙うとこやないん。でもあれか、弓矢とか。違う違う。弓矢とか別に私多分持ってない気がする。ちょ待って、はい。えい。ほら、絶対あっこめがけて攻撃するやつやん。弓矢欲しい。うー、危ね。でもこういうの私まださ、一体もやっつけてないけんさ、やっつけたいんよね。ほら、体力もちょっとずつちょっとずつやけど減らせていけとるやん。多分あれ、ジャンプ切りとかで行くんやろうな。目玉。
めっちゃよだれ垂らすやん、やめて。めっちゃ汚いやん。ゾーラの体験が壊れそう。足元行けい。ゾーラの体験壊れた。よし。ここで、降臨の槍か？降臨の槍やな。はい。なになになに、地響き、地響き。ほら、槍やけん。お、やっつけた！やったー！イエーイ。なんかいろいろ落としたよ。兵士の槍、兵士の弓、焼きマス。ハイラル各地で取れるマスの姿焼き。火を通した身はホクホクしており、あっさりとして優しい味がする。これは？月光のナイフ。ゲルト族の繊細な彫刻が施された剣。美しい曲線を持つ刃の切れ味は大変鋭い。かつては祭事にも使われたと言われている。へぇ。兵士の弓は取れんのやな。お、焼きマックスサーモン。新鮮なマックスサーモン、味付けせずにシンプルに直火で焼き上げた一品。皮も香ばしくて美味しく食べられる。ほうほう。ヒノックスの爪。ヒノックスから取ることができる爪。鎧の装甲のように分厚い。虫と一緒に煮込むと薬になる。へぇ。焼きガニ。身の詰まったカニをじっくりと炙った料理。香ばしくホクホクした甘い身が絶品。焦げた殻もとても良い香りがする。ちゃんと料理しとんやね、ヒノックス。やったー。なんかいろいろゲットしたし。やっつけれた。イエーイ。で、ほからはどこ？まあ、ヒノックスさ、普通に、平和に寝よっただけなんやけどね。私が、叩き起こした上にやっつけるっていう、ちょっと暴挙に出ただけで。まあ、とりあえずちょっとなんやろ。兵士の槍、ん？兵士の槍でも切り替えとこっかな。でもってさ、祠の音がなくなったんよね。やっぱりどっか、下の方とかにあるんかな？かもしれんね。ちょっと見えんけん、とりあえず進んでいくしかないかな。もうこっちの方ゲルド族のとこなんかな？お、奥田とかおるよ。あの辺多分集落やんね。にしても取り逃がした妖精が痛いなぁ。ね、妖精はきっちりきっちり取っていきたいよね。なんかこういう中途半端なところとかにさ、祠ありそうやけど。ゲルドキャニオン入り口。なんあれ。へいへい。あ、ごめんね。馬を攻撃したいわけじゃないんだけど。はいはい。よし。他は？くそ、おらんのか。あれ、集落あるんかなって思ったけど、ないん？あれ、なんかさ、つい最近、リト族の村がこの辺に、みたいな。あ、宝箱待っとる。ね、近く、リト族のどうちゃらこうちゃらって言った気がしたけど、ゲルドの方まで来てしまったな。こっち暑いんじゃないかな？なんかね、砂漠っぽいし。オパールゲット。あんまりなんか見知らぬ土地とか行きよったらさ、なんか暑さでやられてしまったみたいな感じになりそうじゃない？あのヒノックスはあれか。あ！あ、びっくりした。ヒデリカートだの。なんかめっちゃ雷の矢で撃たれたんかと思ったよ。焦るー。ちょっと普通に上がっていくけど、多分ここあれよね。なんやった、ボコブリンのとこよね。違うあんよね。へいへい。そしてちょっと、リモコン爆弾で、よいしょ。飛ばしまーす。え、中身なんもないやん。どういうことなん？つら。さっきからね、なんかブヒ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 。ボコブリンの声は聞こえる。声は聞こえれども、姿は見えず。なんだなんだ、超殴ってくるな、お前。よし。トゲボココンボ、久々やね。
ここは中身ちゃんとある？あ、下に落ちていく。ヤシの実ゲットー。それ結構な武器やぞ。死んだかな？あ、死んだっぽい。よし、じゃあこの辺爆破さして、あ、ここなんか宝箱っぽいのあるよね。ぽいの。もう全部下に落ちたか。はい。お、氷の矢5本。やったね。なんかあの辺風すご。なんか、祠の音がやたら聞こえるんだけど、あの辺壁崩せそう？もしかして。かな？落ちたヤシの実を。なんか、あれなんやけど。集落制圧みたいな音楽鳴らんのやけど。あ、まだ制圧できない。トゲモリブリン槍。モリブリンの槍をボコブリンが使ってたのかは生意気な。まだやっつけれてない？兵士の槍が壊れた。ちょっと待って。なんかすごい。ちょっとずつ動くけど。はい、トゲボココンボでやっつけてやるよ。へいへい。防いでんじゃねえぞ。よし、オッケー、これで。あ、待って、素材が。これでオッケーなんかな、もう。なんだ、どの辺にあるんだ？あ、これいっぱい多分吹っ飛ばしたやつよね。あの辺か？あ、あそこ爆破できるね。じゃあちょっとあっち行こうか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。